こんばんは、浜村淳です。世界のミュージシャンの最も多くの人々に影響を与え、1950年代から60年代へかけて世界の青春の象徴と言われましたエルビス・プレスリー。さあ、お待たせしました。こんばんは。これからそのプレスリー自身が登場して歌います、語りかけます、アクションを見せます。エルビスオンステージをご覧いただきます。これは1969年ラスベガスのインターナショナルホテルで行われましたプレスリーのステージの模様を記録に撮った映画です。ご存知の通り、エルビス・プレスリーは1935年1月8日に生まれております。私事ですが、その2日後が僕の生まれた日なんです。従いまして、プレスリーの歩んだ人生と僕の歩んだ人生とかなり重なり合う部分があるわけで、それだけに僕はプレスリーに対する思い入れが強いんです。プレスリーは双子の一人として生まれました。もう一人の兄弟はすぐに亡くなりましたので、プレスリーはお母さんの愛情を一身に受けて育ちました。高校時代からすでに歌の才能を発揮しましたが、後に天才的な歌手と言われ世界的な人気スターになりました。その人気絶頂の頃、兵役に取られまして、しばらく西ドイツへ行っておりました。この時に将軍の娘プリシラと知り合って結婚しました。プリシラが21歳、プレスリーは32歳になっておりました。西ドイツから帰ったプレスリー、しばらくの空白があったんですが、人気はいささかも衰えておりませんでした。ところが意外なことが原因でプレスリーの人気が落ちていったんです。それは何かと言いますと、彼は30本ほどの映画に出演しておりますが、そのほとんどが良い映画じゃなかったんです。歌を忘れたプレスリー、映画に熱中するプレスリーの人気に影が差し始めました。そして1968年、これではいけないと気づいたプレスリーはマネージャーの反対を押しのけてエルビス・プレスリースペシャルというテレビ番組に出演しました。8年ぶりのテレビなんです。なんとこれが視聴率 72% を稼ぎまして、不死鳥のようによみがえったプレスリーと騒がれました。そしてあくる年、ラスベガスにオープンしましたインターナショナルホテルのショーに招かれたわけです。さあ、きっぱりと映画と縁を切って歌一筋で行こうと決心をしたプレスリー、インターナショナルホテルの初日です。これほどの大スターでもやっぱりイライラしてます。不安なんです。プレッシャーがかかっております。自分は人気が落ちていた、やっとこの間のテレビですごい人気が戻ってきたことを知ったけれど、果たしてステージはうまくやれるかどうか、久しぶりのステージなんです。しかも客席には人気スターのケイリー・グラントが来てます。サミー・デイビス・ジュニアが来てます。そしてマイアミ・ビーチ・ルンバでおなじみのバンドマスターザビア・クガーの夫妻が来ております。もうその他にたくさんたくさんのお客さんが熱狂と興奮の渦に包まれて、今や遅しと開幕を待ってるわけですね。イライラするプレスリー、不安に苛まれるプレスリー、しかし一旦ステージへ出てみたら、やっぱりプレスリーは天才です。ダイナミックです、リズミカルです。全身汗にまみれて歌います、語りかけます。そのプレスリーの素晴らしさをじっくりとご覧いただきたいと存じます。しかし残念ながら、このステージから8年ほど後、1977年8月17日、プレスリー42歳、妻とも離婚をし、そして調子の良い取り巻きにおだて上げられて、ブクブク太って心臓麻痺で亡くなってしまいました。まことに惜しい人を早死にさせたと思います。今は亡きプレスリーの素晴らしい歌声と面影をたっぷりとお楽しみください。エルビスオンステージです。ご葬にしたら五感が嬉しい。テープの中は五層構造だから、いい音いい色。マクセルニュービデオカセット新登場。世間は海苔を待って
いる。お歳暮に海苔は山形屋。